花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。1週間ご無沙汰しております。今日はね、ちょっと雪が昨日の夜から降ってまいりましたけども、やみましたかね。やみましたね。今日は、ゲストもね、いらっしゃいますけども、はい、基本的には今日は金玉ということで、あ、そうなんですか。レギュラー、高橋誠さん。どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。素敵なセーターじゃないですか、それ。はい、星のね。それなかなかないよね。ジバンシーですから15万ぐらいですよ、これ。すごい。マジでお坊ちゃま。おー、違うね、やっぱりね。ジバンシーですか。はい。おしゃれ。いいもの着ないとね。ね。悪かったね。松下としみさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。ね、いかがでしょうか。ロンドンからもう戻ってきて、先週帰ってきて1週間経ちましたが、1週間、うん、あ、もう普通に戻りましたよ。あ、なんかあんた温泉行ってたみたいね。あんた、あ、失礼しました。温泉あんた温泉行ったやろみたいな。温泉じゃなくて、あれは日帰り温泉。よく温泉、本当は違うところに行く予定だったんだけど、はいはいはい、箱根ちょっとその日雪降ってて、うん、もう通行止めって入れてもらえなくて、それで下麓の方の日帰り、車でさ、そうそうそう、お友達のね、あ、チェーン巻いてなかったから、そう、あれか、上まで行けなかったっていう話、うん、もうダメですとか、ね、もう今やっぱ山間部になるとね、大変だよ ね。事故にならなくてよかったじゃない。でも下の方に入ったんだ。そう、もうね、危ないからね。はいはいはい、うん。ということでね、雪の被害とかね、できるだけ少ないようにね、祈っておりますが、はい、本日のゲスト早速ね、はい、ご紹介いたしましょうか。猪俣あーやさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそ。ヘアスタイルなんか随分変わったじゃない。はい。どうしたの。この間はね、なんか黒髪の。モサモサしてたんですけど。すごい。ちょっといい色ね。はい、素敵な色ですね。ありがとうございます。猪俣あやさんっていうのはね、皆さんご存知ないと思いますが、基本的に今ドラムを叩いているお嬢さんなんですよね。ほとんど僕の娘と同じ年だから。あ、そう。そうそう、娘みたいなもんやね。はい。もんやね。お父さん。お父様って言われてもね。そう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 。それでね、最近僕はお会いしたんですけども、もともとご出身はどこなの？は、生まれは福島の会津田島です。福島、はい、そうなんだ。はい、へえ、それで、なまりとかあんまないじゃん。ある？あ、ないですね、あんまり。いや、もう、すぐ、いや、あんまりないです、あんまりないです。生まれ、まだ1年も過ごしてないので、これすぐ、はい。そうなんだ。すぐ、東京に出てきてたの？そうですね、葛飾にすぐ越してきて。あ、はい、そうなんだ。はい。もともとは、あれでしょ、ダンスをやってたんでしょ？はい、ダンスを2年。そうそう。そうなんです。そう。はい、どれぐらいやってたの？高校、2、3年ぐらいだったと思います。本当？はい。それでどうしてそのドラムに なったの？黒人音楽が好きだったので、うん、ちょっとダンスを怪我してしまってできなくなって。あ、ダンスができないの？もう、はい、あ、絶対できないの？ちょっとできるんですけど。やった方がいいよ。もう絶対できないってことはありえないから俺。もう63だけど。もう何でもできる気がするんだよね。そう思ったら。あ、でもそういう経験があるんだったらやった方がいいよね。はい。またなんかチャンスがあったら。ね。やってみたいな。いや、どうしてもね、はい、できないっていうかね、はい、こう、要するに肉体的とかそういう部分でできない部分。はい、があればね、はい、しょうがないけど、はい、それもできるんだったらね、もう今からも伸び盛りじゃん。俺なんか伸びしろないからね。あと枯れる一方だから。言ってることが矛盾してる。矛盾してるかもしれないね。頑張ってほしいと思いますが、まずね、今回 CD、これ出ましたけども、はい、これ、のは何曲入りになるんですかね。
一曲、あ、これ一曲、一曲シングルみたいな感じになるんですね。一曲今日のね、お客様っていうかね、あの、もう、あの、一応、ざっとご紹介していきましょう。まあ、あやさんの、まあ、プロデュースも、かね、キーボーディストっていうかね、ご紹介しましょう。菅武蔵さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。でマネージメントの島田さん、どうもよろしくお願いいたします。お願いしますね。で、ちょっと恥のむさ苦しいのがねしてあのね、僕のね40年来のデビューの時、当時からね、ねもう随分一番長く付き合ってるね、今日博多からね来てくれました、川田紀秀さんです。どうもこんにちは。泣きのギターの素晴らしいギタリスト。そう、泣きもう泣きのギターの川田といえばね。いやいやあのね、でもね、今はあれよ、今はもう司法書士の先生ですからね。すごい。音楽で売れるより簡単だった司法書士の試験の。全然簡単。そうか。先生になってまいりますね、あれですけども。早速ね、ちょっと話は戻りましてですね、この「Nice to meet you」っていうね、あやさんのね、猪俣あやさんの、曲をちょっと、聞いてみましょうか。どんな感じや。はい、はい、ということでね、これ、猪俣あやさんのね、曲ですけども、Nice to meet you っていう中からですね、Thank you for groove、いかがですか、マコさん。なかなかちょっとフュージョン。フュージョン、なんか懐かしい感じがしますね。ね、懐かしい。俺も懐かしがられるけど、俺はもう昔のフォークソングだけどね。うん、あ、まあ、そういう感じですね。でも若いのに、こう、若いのにっていうか変だけど、どういうのが好きなの？も普通は、グルーヴした音楽が好きです。レゲエとかも好きですし、レガエ、レガエ、昔レガエって言ってたのよ。あ、そうなんですね。100年ぐらい前に、俺がデビュー40年ぐらい前はね、レゲエって言わなかった、まんまなかったから、レガエというね、あれだった。レガエ、レゲエとかも好きなんです。好きです。はい。でもまあこうインストゥルメンタルっていうのは難しくない？そう
です、ね、結局、はい、あの僕なんか歌で歌詞があるじゃない、はい、そうすると歌の中にその言葉を伝えるっていうかもう、うん、があるんで、はい、やっぱインストメンタルだけになるとね逆にそのどっかこうそこで訴えかけるっていうかね、はい、そういうのがね、うん、あの難しいんじゃないかなっていう、いかがですか、うん、誠さんとかは。そうですか、いやなんかそういう気がする。どっちもありだと思いますよ。どっちもありだね、ノリだよねだからね、うんうん、気持ちよく同じように、はい、歌うようにこうギターを弾くとかね、誠、うん、ちゃんとかそういうのできてるからそういうの考えないかもしれないけど、あんま考えない ね、 ねでも結構そういうのが出すのが難しいよね。なんか同じことをずっと繰り返しているのが、はい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 、だからその楽しいなって、ああそういうね、そういうのもあるよね。なるほどね。今桑田靖子さんから楽譜が送ってきましたけど、靖子さんもうあったよ。あったよ。ちょっとコピーしたんだけど、来週のゲストはね桑田靖子さんなんですけど、ね、あやちゃんご存知。ご存知じゃないでしょ。すいません、あやちゃんの世代はね、はい、この間エディバンさん呼んだけどゴールデンカプスの、うん、ゴールデンカプスなんか言ったら若い子も知らないからお前どうでもいいんだよとか言ってたけど、うん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 、まあ、それほど安子さんは古くないけどね。それほど古くないそんなそんな合わせてます。アイドル、昔アイドルだったんだけど、いや今もアイドルです、ね、今もちろん、あれなんだけどね、はい、そういう方なんですけども、うん、来週のゲストですね。僕のね同郷なのよ。福岡県直方市っていうね、同郷のね、はい、だから桑田靖子ちゃんが来たらもう筑豊弁でガンガンでやるかもしれない。筑豊弁反対ね、反対。何が反対なんだ。標準語でやってください。いやちょそればっかりだったらクレーム来るけどね、筑豊弁もちょっと分かりませんけどもみたいなね。いやでもねそういうなんていうかな、同郷だった、まあ、田川の出身のリエリー金平さんも田川で結局やっぱ筑豊弁になっちゃうんだけど、そうやってやった方が結構ね本質が出てきたりするのよね、ミュージシャンの方がね、うん、本当になんかこう普通に敬語で話してるとなんかねなんか構えちゃうじゃん、どうしても俺なんかもなんか博多から出てきた時はねずっと標準語に一回頭の中で直して、うん、でラジオとか出てたのよ、ずっとツアー中毎回ラジオ、はい、昼間は僕はラジオをやって夜は晩ライブっていうのを繰り返してたわけ、うん、だから必ず行くんだけどもなんかねその時自分の中のこう言葉を一回要するにせ標準語に直してラジオに出てたんですごく嫌になったことがあったわけ。なんか普通のことしか話せないんでね、うん、本当のことってなんかこうそこで消えちゃうの標準語にしたら、うん、だから、うん、そういう時代だったよねなんかね、うん、だから時代背景っていうのもあるかもしれないけど、うん、1970年の終わりから80年ぐらいっていうなんかこう、うん、そういう、うん、ちょっとなんていうかなそういう風潮だったんだよねきっと、うん、サウンドもなんていうかなこう割とちょうど、まあ、シャネルズとかも同じレコード会社いたんだけど大橋純子さんのね、うん、バンドとかもね、うん、なんか美濃屋セントラルステーションがありましたよね、うんうん、ありましたね、うん、そこら辺とかがちょっと割とフュージョンっぽいこうおしゃれな感じのね、うん、ギシバシの、うん、同じ事務所でしたね。あ、そうですよね、モンタさんね。モンタ、あ、モンタ、そうでしょ。北島音楽事務所。北島音楽事務所です。あ、そうですか。うん、そうだった。今もそうなんですか、モンタさんは。違う。もう自分で。みんないろいろ変わってるよね。俺も一時期世紀末とかアッシュエカーと同じ事務所の時あってね。とかツアーは悪魔バスで行ってたからね。世紀末のバス借りて行ってたらさ、悪魔バス。悪魔バスって面白いね。あったのよ、小さいバスが。それ借りて行ったらさ旅行くと、うん、だから行くとこ行くとこ世紀末だと間違えられちゃってさすごい間違えたことあったんだけど、ということでね今日はあやちゃんですけども、ね、なんか、メール来ておりますでしょうか。はい、そちらこれ、はい、まだこっちには届いてないですね。届いてないメール なぜか雪だから関係ない、うん、あ本当まずね、私がご紹介しましょうか。金尾吉郎さん、中線 FM 音中ということで、金尾さん、誠さん、松下さん、キキさん、
山田さんこんにちは。こんにちは。そしてあやちゃんこんにちはというね。こんにちは。これ投げ銭 FM ということになりますとね、チャーリー佐藤さんからですねいただいております。寒い冬景色となっておりますが暑い武蔵小杉でしょうか。さてロンドン帰りの松下さんにチャルメラそば屋をリクエストいたします。来ましたよ。よろしくお願いします。ほら山田さんも好きなんだから。山田さんはね松下さんの歌を聞きたいのよ。本当ですか。松下さんチャルメラありがとうございます。俺も聞いたことない。あ、ないよ。聞いたことない。私も歌ったことない。ぜひね。ぜひあれだよね。ということで、お姉様よろしくお願いいたしますということでね、チャーリー佐藤さん、カナオさんには、筑豊ブルースをお願いしたいと思いますというね、噂の5万ですとい う, いや5万円こう投げ銭来てます。5万円。これ使えればいいね。引き換え券じゃないですか。そうそう。チャーリー佐藤さん、ね、いつもありがとうございます。ということで、まずじゃあ俺からいっか。なんか歌ってください、うん、歌おうか。筑豊ブルースやる。はい。筑豊。あやちゃん筑豊って知ってる場所？知らないでしょ。ごめんなさい。福岡県の、はい、あのまああの辺の能形飯塚田川っていうのはね、あのあるんですけど。筑豊地帯。地帯の、はい、あ、じゃあ部分があるんですけど、マイクこれ、うん、それあれしてください。これいいよ、いたマイクいらない。あ、これでいいよ、これそこでいい、いいんですか。大丈夫です、コーラスね。筑豊ブルース、じゃあチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしてやりましょうか。俺カウントですね。はい、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、人は今日も週末を迎える、約束はまだ果たせぬままさ、闇に煙る二人の夜明けは近い。人たちも手を握る日が来るさ、いつもそう信じて生きてきた。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じて、
ということでね楽しい楽しいです楽しいっておかしいよね、やってる方がねやっぱ楽しくないとね朝いきなりちょっと遅刻ブルース高いねこれね444の遅刻ブルース高いです高いよね血管が切れそうな血管が切れそうな僕の声うるさいでしょうるさいから聞こえない自分の声がこれやってても聞こえないそれやっててもここにこう欲しいぐらいこうあ、ね、壁がね仕切りが、うん、そうそうそうあのそんな感じですけどもですね、チャーリー佐藤さんのリクエストのお答えしまして筑豊ブルース5万円の分ね、この5万円っていうのは意味があるんだね、うん、この噂のね噂のって噂の5万円なんだ何の噂って、うん、これね、うんいやこれあんまりラジオで言わない方がいい個人情報だからねあんまり言い過ぎちゃうのでもチャーリー佐藤さんというのはねあのいろんなあのことが起きますよ ね、エピソードマンだよね、うんうんうん、だからだって前の女房別れた女房があのお姉さんになってたのよどういうことかというとあやちゃんこういう話するのはあれだけど別れた奥さんとあのチャーリー佐藤さん あのご両親が一緒に住んでたわけよずっとでチャーリーさんだけどっか出てたのねどっかっていうか知らないけどそれでそのお父さんが亡くなられた時に初めて知ったらしいんだけどもその巻かれた女房が養女としてあの一緒に住んでたそれを知らないで財産問題になったわけそれでその俺たちが言ったもんだから放棄しちゃいなよとか言って適当に言ってたら本当に財産放棄しちゃったのよ、それで別れた女房姉さんとかやっぱね兄弟とかあれするでしょ、はい、で財産放棄しておそらく佐藤さんの手元に入ったのはこの5万円それをいただいたの、それをいただいて参りましたけどね、投げ銭でね、すごいね、やっぱ太っ腹だよね、うん、やっぱり違うよ、まあ何千万か知らないけどね、どうでもすごいお金を放棄した、でも幸せを掴んだらしいよ、あそう、あのほら元の子供たちとかとは縁が切れてたのが、あの前の奥さんも、あのあなたって本当はいい人だったのねっていうね。で娘たちとは話もしなかったのがあのお父さんってやっぱりいい人なのねっていうねやっぱお金って大事なんだお金を手放すとひょっとしたらあの掴むものはまたもっとすごいものを、ね、が掴めるかも ね、 そうだねみんなやっぱり固執するじゃない、うん、で財産なんかあったらさ取り合いになってせっかく仲良かった家族がさバラバラになっちゃったりするじゃん悲しい、ね、財産あったってね、はい、死んだら終わりですからね、うん、そうだからお金があってもねあの本当健康が一番よね、はい、健康にいいことは何もしてないけどね僕はね、はい、ま、相手はっきり言わないで、はい、本そうだねまこちゃんだってもう僕と同い年なんだけどあの、まあ、野菜中心の食事だしねそのもちろん酒タバコもやらないし素晴らしいやっぱり健康をねあの維持するためにはでも運動四股踏んでるし毎朝で水かぶったりしてるし ね、 すごい水浴びたりねすごいですでも全然違うじゃない俺なんかもうめちゃくちゃよもう野蛮人って言われるかぐらい あの違いはありますけどもねなんか特別松下さんあたりはやってますか健康に関してはあやってないです、うん、やった方がいいよねそろそろどうそろそろっていうかまあやってますよ5分間体操ぐらいは、ね、それ何いいじゃないですか、ね、体操チベット体操チベット体操第一位用意かなんかやってんのチベット体操はね簡単なのをやってます、うんまあ、朝起きたらそれをやってから動くあの腰ちょっとやっちゃったんで昔ぎっくり腰のひどいやつを、うんうん、なので朝起きてすぐ動くとやっぱ腰が痛くなるんでね、うんうんうん、5分間それは必ずやってああそういうのはいいよね、うん、あの無理ない運動で時々誠さんに教わったら四股踏んでますやってます四股はいいんですよね、 ね、うんはい、相撲取りがやっぱあれやってるじゃない、うん、体柔らかくないとできない柔らかいよね、うんあれできないでしょ、うん、こうまた割りとかまた割り、うんうん、すごい柔らかいのね、うん、怪我しにくいすごい一回見に行ったけど、うん、すごいよね、うんうん、まあ相撲の世界もだんだんあの日本人の、まあ、横綱が少なくなってる感じがしますけど、うんうん、
もうちょっと強い人が出てくればね、いいかもね、日本人で。日本人で。うん。あんまり関係ないじゃない。関係ないか。今でも結構出てきてる。いや、まあ別に海外の方でもいいんだけども、うん、なんか少ないよね。なんかそういう日本人の強い人は、うん、なんか最近なんか俺あんまりニュースとかテレビないから見ないんだけど、うんうん、知らないけどなんか相撲界が、ね、結構荒れてるみたいですね。そう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 、なんか理事戦いろ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 あるよね。なんかね、理事戦なのね。やっぱ両国も荒れてますか。両国あの時はだからカメラマンとか いたんじゃない、あの国技館の前に貼って。うん、なんかあれなのよね、なんかこう志っていうのがなんかちょっとだんだん低くなってきてる気がするよね。双葉山とかのね、あの時代っていうのはまた大昔の話でしょ。いやいやいや、双葉山、双葉山、うん、だから50年ぐらい前じゃない、うん、もっと前か、すごい力士がいたのよ。 そのね、お孫さんとかと僕たまに酒飲んだりするんだけど、うん、そうなんだ、うん、お孫さんがいらして、ね、お孫さんか女優さんね、舞台女優さん、そう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 、亀ちゃんとかとたまには会うんですけど、うんうん、やっぱりそのこう精神というかね、うん、それがずっとこうやっぱあって、うん、本当にそれをこう貫き通してその強くなった人っていうのはやっぱね、昔の歴史に比べて少ないですよね。あ、そういうのもあるのかもしれないね。うん、で一般的に今子供たちは甘やかす状況にあると思わない？うん、なんかみんなこう過保護すぎちゃってさ、俺たちの頃学校で叩かれたとか言ったらお前が悪いって絶対言われてたもんね。そりゃそうだね。だって親が謝る言ってたもん。子供が少ないからじゃないの。うん、あ、そうかもね。うちらの頃って子供ばっかりだよ。そうそうそう。働いたからね。560人いたからね。一クラス。え、もっといたんじゃない。もっといたで家族でも、大体ほら、子供4人とかさ、4人とか全然普通にいたじゃん。うん、いたよね。そうするともうどうでもいいもんね、子供1人ぐらい。そう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 。そうなってくるのよ。今1人だから、一緒くさ、上のお下がりとか来てたじゃん。そうそうそう。ね。そういうのがあるけども、今のなんか人たちって、まあ子供少ないせいか、なんかこう、なんか結構甘えた感じ。かえってかわいそうかもしれない。そうだね、親がなんかべったりなんじゃない。そうそう、親がべったりになってさ、うん、親の夢を子供に託そうなんか思ってんじゃん。あ、そういうのいっぱいいる。ね、大間違いだよね。音楽スクールとか多い。子供にやらすなよみたいな。音楽スクールとかそういう人いっぱいいましたよ。ああ、いたね、うん。一緒に来てたもん、レッスン。うん、だから親が一緒に来るなんていうのはね、うん、ちょっとあれなんだけど、そういう時代になったかもしれないね。あやちゃんと何そういうの思わない。そう、思わないか。思わない。だってまだ若いから、ね、うん、多分昔話をしてる人親父に見えるよね今のね。あやちゃんのお父さんっておいくつ。若いんじゃない。もっと59。なんでなんだか聞かなきゃよかった。聞いた後、俺たちが若いよ。俺たち若いよ。マジかよ。そうよね。なんだよ、もう、そう、もうやってらんないな。聞かなきゃよかった。もう、ちょっと、せっかみそになっちゃった、俺。え、マジで ?50 代だよ。50代だね。はい。そうでしたか。で、今後なんですけども、ライブありますよね。はい。それはいつ頃、いつでしょうか。2月の6日に。もうすぐじゃん。6日、うん、?6 日、はい。2月6日。はいはいはい。火曜日。はい、火曜日ですね。火曜日。はい。それは目黒駅のブルース・アレイさんというところで。はいはい。ブルース・アレイ・ジャパン。はい。っていうんですか。うん、確かに、ね、そうです。それじゃあ、カンさんの方からもちょっとご紹介いただきましょうか。まあ、カン武蔵さんの。はい。猪俣彩、はい、アレンジもやるドラマーなんですが、はい、新人なんですが、うん、2月6日、うん、19時半ファーストです、うん、はい、ぜひお越しいただければ、ブルースアレージャパン、ブルースアレージャパンですね、目黒、はい、駅から5分ぐらいで、あ、そうですか、素晴らしいホールじゃないですかそこね。 ありがとうございます、そういうところでボーンとできるんだ。構成はどんな感じなんですか。構成バンドは、構成はキーボードと、はい、エレベーウッドベース、はい、あとアーヤがドラムで、はい、あと三管ですね、管楽器が、おお、かっこいい、トランペット、テナーサックス、うん、トロンボーンで、おー、いいですね、タオープパワーみたいな、そういうサウンドが、タオープパワー、大好きで、タオープパワーね、はは、そうです。もう少し前だとシカゴですとか、シカゴね、ブラストスウェットティアス、ワン、ゴーソン、そうですね、
Blood, Sweat and Tears ね、素晴らしいですね、そういう感じですね、そうね、そういうあの管楽器が入ってるバンドをやりたいらしいんですよ。俺も今ね12人編成のやってますよ、シカゴとかブラッドアンドステッド、ああそうですか、あの曲ばっかりやってます、あそうなんですか、あの学芸大学でやりますから来てください、ぜひ、それは何、あの誰とやってんの、それはね国立音大の人たちと、あ、そうなの、これに国立音大のジャズ研で、あのやってたんだけど、その時のあのリーダーがいて、で彼と今その後輩たち、あいいね、そうまた新たにそういう、あ本当、学校関係なの、学校か、あそういうのもやってんだ、マコちゃん、ホンセクション入るとね、かっこいいね、かっこいいよ、あれね、ホンセクションでね、俺一緒に一回歌ってほし、あの歌ってみたいっていうのは、いやあれ夢だもん、ボーカリストは、うん、贅沢だもんね、ホンセクション、あのでやったことないから、例えばサックスが入ってたりとかっていうだけでも、うん、歌って気持ちがいいんだよね、そうだろうね、そのバンドはね、歌うね、タイロンさん、タイロン橋本さん、ああはい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 、あそうなんだ、へえー、のボーカルで、フュージョン系のボーカルでしたね、ランドビーね、ね、ああそうでしたか、あやちゃんのね、はい、あの2月6日、楽しみにしておりますが、よろしくお願いします、ルサーレジャパンですね、皆様、はい、あのね、お楽しみいただきたいと思います、はい、もう一度言いましょうか、2月6日、ブルースアレージャパン、はいね、これ7時半ぐらい、7時半からです、半からですね、楽しみにしております、はい、ということでね、猪俣あやちゃんですけども、あやちゃんって言っちゃっていいよね、はい、もうだってお父さんは俺より下だからもうそれ聞いたらお前ちょっともう腰砕けになってきたねもう歌いきらんかもしれないよ。あやちゃん名前も面白いね。ね、あつけていただいて、ね、運が上がる名前って。運が上がる名前。そうはい、あの。そう、ど、あ、島田さん。島田さんはもう島田さん怖いからね。すべてが見えちゃうようなね。もうね、あの方なんで。シラフの時は見えないもんね。そうそう。酒が入ってくると見えてくるんだって。あ面白い、うん。素晴らしいらしいよでも。うん。あのちょっとなかなか言えない方とかのあれも、ね、うん、あの見える人だからね、だからちょっと怖いよね、怖いシラフは大丈夫、今は大丈夫、今は大丈夫、ちょっと 話ばっかりになってしまいましたけども、なんか松下さん行く、いや行かない、行かないって何よ、それはだって行かない、あ今日初めて歌うやってみる、やってみますか、いや歌え、ね、これはちょっと分かんないな、あこれ雪だからちょうどいいんじゃない、雪のあれに字がちっちゃ、うん、ちょっと雪 の, 雪のどんな今日にぴったりですね、ぴったりじゃない、これ白い思い出っていうね、もうこれは昔の歌になりましょうか、今日僕はなんとなく持ってきたんですけど、松下君も知ってるかな、これこれ懐かしい、あの頭のフレーズは多分覚えてたんですけどね、皆さん ご存知だと思います、ちょっとどれぐらいのテンポになる、雪が降っていた、ほんの少しだけれど、私の胸の中に積もりそうな雪だった。幸せをなくした暗い心の中に冷たく寂しい溶けてきた
ということで、初めてやったね。初めてだった。昨日聞いたんだよね。ね、聞いたんだ。いや昨日 ね、なんかね、思い出したのよ。そう、徹子の部屋に出てた人がこの徹子の部屋。そう、私取りだめをしてて、たまたま栗千春さんっていう人が出て、この人のご主人が山崎、うん、正しさなっけ、ピアニストの、うん、その人の曲を流してたの。ちょっとあ、こんな歌あったね、すればすごい綺麗な歌と思って、ね、うん、あのそう探してみたの、うん、そしたらこの歌った人がシェパードさんだったの。違う、あのあれよ、あのシェパードさん、ね、あのほらジョン・ジョン・シェパードさん、千正夫さんの奥さん、元の奥さん、奥さん、だそういうの調べていったら面白いね。それはもう俺すごい覚えてたのよ。でも私はグラシラスさん、ね、冬になると日本人じゃなくて、うん、あのまあ外国人の方が、日本語で歌ったイメージがあったのね。でそれがジョン・セパシェパーシェパーだ。セじゃない、セじゃない、九州だね、セやろ。私でもね、グラシラスサーナさん、トムとゼリー、あスサーナさんの歌を聞いた歌ってた。スサーナさんもそうかもね。私はそれで聞いたかもしれないですね。あ、本当だ、いい歌だな、雪が降ってたし、ね、ちょうどちょっと思い出しましたけど、初めて聞いた。本当、うん、これあのタイトルはね、俺知らなかった、雪が降ってきたとかいうタイトルかと思ってたら、白い思い出だったんだね、これね、うん、なんかお菓子の名前みたいな、そうそう、白い恋人たちそれはそう、これさ、でもね、一番最後のこの歌詞ね、あの灰色の雲が私に教えてくれた、明るい日差しがすぐそこに来ていると、すぐそこに来ているとって、なんかねこれ深いかもね。深いでしょうね、うん、深いね、これ歌詞が。さっき、ね、間違えて歌っちゃった、読めなくてね、ちっちゃな字がそうでしょう、あもうその感じになってきた。もうシルバーサークル、ね、俺たちシルバーサークルだからね。全然お子さんまだ見えるんだね。全然見えるよ。大丈夫、うん、本当、うん、なんかあの体操みたいなのしてんの、目の、いやだから目の体操、ほら始まりました。太陽行使ですよ。太陽行使が始まりました。インドの方向だよね、多分ね。インド、まあ。ちょっと特殊だよね、それはね。特殊ですか。太陽。普通はだって絶対ダメだってみんな言うけどね。うん、嘘だよ、まあ、それ。嘘？うん、太陽をこうじーっと見るの。太陽ずっと見て。行使だ。それをね、やってみる。すっごい気持ちいいよ。光合成はね、まあ、もちろんしたいけども。光合成はいいんだよね。あやちゃんって、はい、そのドラム叩く以外の趣味って何かあります？趣味は、うん、猫と遊ぶことです。あ、猫好きなの？猫好き。あ、俺も大好きなの。猫3匹飼ってたの。羨ましいです。でもね、今ちょっと事情があって、ちょっとそこから家から離れたんですけど。あの事情があってね、その事情はそこは聞きたい、言られなくなっちゃった、ね、いやそこまで言わなくてもいいじゃん事情はね、でもね、猫とか犬もそうなんだけども、動物飼ってるとさ、まあ、家族みたいなもんじゃない。でね、猫はそんなに飼ったことはなかったんだけども、その全部迷ってきた猫、あの横浜 の、 その米軍住宅と隣接してたとこに住んでたのね、米軍基地っていうか住宅の、はい、そうするとね、911の後に、フェンスが2倍の高さにすぐなったのよ。んで中の兵士たちが、向こうに帰っちゃったの、半分以上、そうか、もう即ね。でああいうとこ住んでたらすぐ分かるんだけど、そしたらほら動物を置いていくじゃん。置いてっちゃうの。置いてちゃう。そう。で迷い猫とかが来てたのよ、うちに。でそれで一番最初に来たのがあのイーグルって名前つけたんだけど、アメリカンショートヘア、アメショーイーグルってね。イーグルかっこいいです。イーグル。それが子供6匹産んだ。おそれでも即もらわれたからね。アメショーって高いんだね、なんか。高いっていうかこう欲しがる人多いみたい。だからそれは幸せだったよね、うん、みんな幸せでずっと生きてたんだけど、もう老衰でね、冬ね、今頃の時期にね、隣のジョンっていう犬がいて、柴犬と仲良かったのよ、うちので、ちっちゃな庭があって、はい、庭越しで遊んでたわけ、はい、隣の、まあ、それも年寄りのジョンっていう柴犬とうちの猫が、はい、ジョンの小屋の前でね、生き耐えてたの。
そしたら英字新聞でくるんでたあったわけ。要するに外国人 の, あ の, その住宅の方が見つけて朝早く雪の中でくるんでくれてたわけ。でその翌日ジョンが亡くなったんだよ。そんなことがあるんだよね。追うように、後を追うように。で隣のお母さんと俺も泣きながらそば食ったもん。そば食べたんだ。そばなんだ。そういうね、やっぱそれは可愛いよね。うん、本当にそういうことがあるんでね。実はね、やっぱ友達になってたんだね。うん、そういうこともありますが、ということで、僕、あ、まこさんなんか今日、ね、歌いましょうよ。突然で、本当？俺が歌うじゃん。まあでも、今日お話でも楽しかったからね。ね、うん、いろんなお話が。なんかあるかな。なんかあるよ。まこさんが、なんか今、じゃあ、これやろうかな。何？夢のかけらって、かけら彼の、うん、石田さん、石田くんの歌、うん、はいはいはい、いいですか、これ。じゃあこれマイク、夢のかけらね、夢のかけらね。あ、ギターはこれだね。で、これトークン、これ、これどうぞ。いや、これとか、私の、あ、これをボーカルにしたから。すいません、ラジオのお聞きの皆さんね、これとかあれとか言ってますよね。これとかあれとか言ってますね。これをね、4本のマイクをね、いかにしながらね、これをやるかっていうのがね、問題になっておりますけども、ね、そろそろ松下さん、あれですか、いきますか、松下、高嶋真吾さんね、夢のかけら。眠りについてたのさ、汚れたままで嘘吹いて生きてくのはもう無理になり始めたらよ、それしかできない俺だから、君は黙って聞いてくれた。悲しい時もほんの少しにさせておくれ、たった一つの擦り切れた夢のかけらを。苦しい時も心配することなんてないさ、きっと二人同じ夢を見るから。苛立つ気持ち癒せもせず、そんな時はこのオルゴールの蓋を静かに開けるのさ。笑えない今日の日にはもう腐り始めたよ、そんなこと言い出したなら君は必死に微笑むのさ。悲しい時もほんの少し見させておくれ、たった一つの擦り切れた夢のかけらを。苦しい時も心配することなんてないさ、きっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから。はい、高嶋真吾さん、はい、夢のかけらでございます。急にやったんでごめん、間違っちゃった。この生放送はね、それがいいとこだもんね。急に振られるよね。うん、
いやごめんごめん、でも俺もしょっちゅう間違えてばっかりでね、でもねこうかっこいいとこ見せたいとか思ってたのよ、ラジオ始めた時に ね。でもやっぱりこう間違えてもね、いいのよそれね、と思ったらね、そういうあんまりなんかこう楽しくなってきたよね、ラジオやるのが間違えるのが楽しくなってそう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 、ま、ね、聞いてる人はね、あ間違えてるとか言ってね喜んでくれる場合もあるんじゃないかごめんね、ということでね、僕ねちょっと新曲昨日作りました。ちょっとこれ歌えるかどうか分かんないけども、マイブランドっていう曲で、この歌詞はね、USA 大山チームの、ちょっと歌ったら怒られちゃうかもしれないけど、最高師範の詩です、はいはい、それちょっとまだ途中の曲かもしれない。コーラスはいいか、コーラスなんて何か入れて、まだ聞いてないし、あ本当まだ聞いてないよね、聞いてやってみようかな、ちょっと My Friend っていうね、どんな感じのあれだっけ、どんな感じもう一回ね、なんかウェイトみたいなやつだね。
fly, spread your wings and fly. I know the sun will rise for you tomorrow. Take care, my friend, I'm going to see you soon. Take care, my friend, I'm going to see you soon. はい、金橋のマイフレンドでした。マイフレンド、ちょっとね、作りかけなんであんまり良くないね。そう。ありがとうございます。昨日さ、悩んでたのよ実は。すごいもっとロックっぽい感じで、あれもう曲録音して渡してあるんだけど、あ、そう、ちょっとね、イメージが違う。ダメ出し出ちゃったね。ちょっとバラードっぽく作り変えた。あの、それも一回聞いてください。ちょっとね、それは結構いいかもしれないけど。よかったよかった、あ、そうですか、ありがとうございます。マイフレンド、でもまたちゃんとね、録音したいですねこれ ね、うん、あの、ちゃんと作って、はい、ということでね、あっという間の、はい、1時間になってきましたけども、はいはい、杉本彩さん、杉本じゃないよ、杉本それ願望だろ。失礼しました。昔の女の名前言っちゃったりなんかしてね。猪俣彩ちゃん。もうね、杉本彩どっから出てくるんだよそれ、ね、失礼しました。猪俣彩さんです、ね、ありがとうございました。いかが今日どうだった？楽しかった？楽しかったです。また来ればいいじゃん。あ、ぜひよろしくお願いします。あの、ね、っていうかね、もう一度も OK、 ここに来て慣れだよね。だからその、ま、間をこう感じ取ってそこで強弱をするっていうのが、はい、いいわけですよ。あの、生放送だから間違いはしますけど、はい、間違ったら死ななきゃいけないって話じゃないじゃん、ね、謝ったら済むわけだからさ。それが違うんで、 あっという間のね、1時間でしたけども、ね、楽しかったですか？楽しかったです。ありがとうございます。あの、ライブも頑張ってほしいと思います。ナイス、ね、ミーチューですね。2月6日、ブルースアレージャパン。ブルースアレーで。皆さん、ぜひ。僕、私もね、あの、行かせていただきます。いいね、よろしくお願いいたします。お願いいたします。杉本彩さんでした。杉本彩さん。猪俣彩さんでございました。来週のゲストは、桑田靖子さんです。お楽しみいただきたいと思います。で、高島子さん、ありがとうございました。松下と姉妹、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、See you next time。 お相手は金尾芳郎でした。懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。好きさ。